後半国会の焦点の一つ、労働者派遣法の改正案が午後から衆議院で審議入りします。野党側は派遣労働の固定化につながると廃案を目指しています。中継です。はい、政府与党は派遣労働者の待遇改善につながる内容だと強調し、3度目の正直で今国会での成立を図ります。一生派遣とか正社員ゼロとかですね、全く逆のことをおっしゃることが向きがございますので、そうではないんだということを理解していただこうと。今回の改正は企業が派遣労働者を受け入れる期間の制限を実質的に廃止する一方で、派遣元に対しては同じ職場で3年働いた場合に新たな派遣先を紹介することを義務付ける内容です。さらに企業に直接雇用を働きかけることも盛り込みました。過去2度提出されましたが、1度目は事務方のミスで、2度目は衆院解散で廃案となっていました。過去2回の国会で廃案に追い込んでまいりましたが、非常に厳しい状況の中でこの戦いを何としてでも勝ち取っていかなければいけないと。野党は廃案に向けて対決姿勢を鮮明にしていて、2度あることは3度あるのか、後半国会の争点となりそうです。